国民民主党原口和弘が大出現河野太郎に暴言連発先日、河野太郎大臣がツイッターにて、4時間も国会に出席しても質問が1問もなかった、仕事がしたいと発言したことに対し、国民民主党の原口一弘さんが、国民は延々と安倍内閣の嘘と言い訳を聞かされている。 内閣は国家に対して連帯して責任を負う。憲法66条。望み通り大臣席に座ってなくていいから辞任してね。愚かを絵に描いたような感染拡大への対応。国民をどれだけ命の危険にさらしているのか。この仕事ぶりで仕事したいと言われてもねと暴言を吐いてしまいました。まずですね、こういっ また無駄な会議については民間においては無駄な会議はしない会議に関係ない人は出席させないことが常識でございますまた憲法66条において大臣が国会に絶対に出なければいけないなどという規定は一切ございません原口さん文字通り発狂されてるんじゃないかという思ってしまうような 暴言でございますけども、すでに新型肺炎については、日本政府は超法規的措置まで講じて対応しております。それに対し、原口さんのような野党の議員の皆様は、足を引っ張るだけで、何ら建設的な提案をしておらず、当然協力もしておりません。この新型肺炎の 日本における感染が確認された後も、おかしな野党の皆様は、本日も含めて、5回にわたって国会を妨害しております。また、この河野大臣と原口さんを、ツイッター上だけで比べてみても、河野大臣はさまざまな役に立つ情報発信を行っているのに対して、原口さんは、 新型肺炎などでデマを連発し国民を騙して混乱させてしまっております。辞任しろというのであれば原口さんが国会議員を辞めるべきでしょう。その方が国民の利益、国益になりますのでぜひとも国民民主党には原口一弘さんには国民のために 直ちに議員を辞職していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。